その人同じ靴屋で働いてるんだけど、昔なんかあったみたいで、自分が幸せになったりしちゃいけないと思ってるみたいで、もちろん好きな人なんていないと思ってたの。おはようございます。おはよう、アンニョハセヨ。おはようございます。すいません、これお願いします。韓国の方ですか？そうです。アンニョハセヨ。あ、アンニョハセヨ。나도좋아하고카나코선생님도신경쓰인다당신을좋아하게되었습니다どういう意味？好きですだって、一目惚れしたんだって。いいね、一目惚れ。나보여僕、かなこ先生のことが好きです。これ読んでください。好きです、さらに。やなんで好きって伝えないんですか？好きって伝えればいいってもんじゃないからね。レオンさんですよね？